チーズの国のチーズ嫌い。ここはチーズが大好きな王様エメンタール・ネ・ジューの治める国。今日は年に一度のチーズの日。王様がチーズの日を作ってからちょうど1年が経ちました。みんなで作った美味しいチーズを食べてお祝いします。今日も家来のフィノアがおやつのチーズを持ってきました。王様、チーズの日おめでとうございます。うん、お祭りだね。みんなもチーズの日を楽しんでいるようですよ。王様もみんなとお祝いしたい。みんなとお祝いされたいお気持ちはわかります。しかし王様が町までおいでになられると大騒ぎになってしまいます。それに本日は国外の者の参加も多く、もし王様に悪いことをしようとする者がいたら大変でございます。変装すれば？変装？それなら…いやいやいや、ダメでございます。いやだ、お祭り行く。みんなでチーズ食べたい。チーズの日、ありがとうの日、みんなにありがとう言いたい。王様、確かにチーズの日はありがとうの日です。ですが…やだ。そうだ、今日はロミエのチーズ屋でチーズの日記念のスペシャルチーズを売っているそうですよ。買ってきましょう。本当？わかった、待ってる。買ってきて。では買ってまいります。よろしく。ロミエの店に出かけるフィノアを見送った王様は一人でおやつのチーズを食べていました。どうしたんだろう、今日いつもよりチーズ美味しくない。そうです、一人で食べるチーズは何か物足りない気がしました。外からは楽しそうな音楽や笑い声が聞こえてきます。ちょっとだけお祭り見に行ってこようかな。変装する。大丈夫、バレない。できた。王様は王冠とマントを脱ぎ町へ飛び出していきました。町の中はみんなの笑顔と美味しそうなチーズの匂いでいっぱいです。いい匂い、みんなニコニコ楽しい。あれ、楽しそうな人たちの中で一人だけ暗い顔をした少年がいます。ねえねえ、どうしたの？ああ、こんにちは。元気ないね。ほら、チーズいっぱい食べな。君はチーズが大好きなんだね。いいな。チーズ大好き。チーズ、みんな好きだよね。うん、だからほら、チーズ。僕は、チーズが…ごめんなさい。待って、どこ行くの？逃げ出した少年を追って王様も走り出しました。ここはロミエのチーズ屋。チーズの日記念のスペシャルチーズが飛ぶように売れています。お買い上げありがとうございました。うわ、あれだけ作っておいたのに、さすがチーズの日、もう売り切れちまった。そこへフィノアが飛び込んできました。おい、今何と言った？なんだ、どうしたフィノア。さっき王様用のチーズを買っていったばかりじゃないか。ああそうだ、それよりも今何と言った？なんだどうしたフィノア。その前。さすがチーズの日。その後。売り切れ。ああ、うりきれ。ああ、なんてことだ。王様何と申し上げれば。大丈夫だ、王様用のはここにある。ロミエは笑って王様用のスペシャルチーズを取り出しました。ロミエ、すまんすまん。まったく。おいロミエ、これは？あ、それか。ネズミのマスコット。以前王様がいらした時にありがとうのお守りをくださった。俺だってもらったぞ。嬉しくてな。本
当に嬉しかった。ああ、嬉しかったな。俺も何かお客さんにできないかなと思ってさ、作ってみたんだ。かわいいな。欲しいのか？うん。いや、これは王様用のチーズだし。王様が欲しいのはチーズ。おまけはいいんじゃないか？確かに。いいじゃないか、黙ってればバレない。ほーら、しまっちゃえよ。あ、泥棒！うわすまんすまん。ほら、なんだこれは。お前用のさ、きっと欲しがるだろうと思ってな。こっちのはマントをつけてる。青、お前の色だ。これで王様とお揃いだな。ロミエ、大切にするよ。お、王様とお揃いか。ほら、王様がお待ちかねだぞ。あ、そうだった、こうしてはいられない。気をつけてな、焦ってチーズを落とすなよ。もちろんだ。フィノアは王様のチーズを大事に抱えてお店を後にしました。ロミエのやつ忙しそうだったな。最後の一個が売れてしまったときはどうしようかと思ったが、ちゃんと王様の分を残しておいてくれるとはな。フィノアは立ち止まり、周りを見渡しました。みんな楽しんでいるようだな。誰もが誰かとつながっていることに王様が気づいた日、ありがとうの日、チーズの日、王様にも楽しんでいただきたいものだが。その時です。フィノアの周りを少年と王様が走り回って去っていきました。うわっ、危ないじゃないか、チーズが落ちたら。王様？王様？フィノアも王様たちを追いかけて走り出しました。チーズを落とさないようにしながら。なんでついてくるの？だってついてこないでよ。チーズー、ついてこないでってば。少年は町外れの小さな家に飛び込みました。うわ、待って。王様も後を追って飛び込みました。部屋の中は薄暗く浸透していました。君、ついてきちゃったの？だって、暗い顔心配。僕を心配してくれてるの？そうだよ、だからほら、チーズ。僕、何？嫌いなんだ。え？チーズ、嫌いなんだ。王様の叫び声を聞いてフィノアが飛び込んできました。王様！フィノア。だ、誰？遅くなりました、申し訳ございません。貴様、貴様、王様、何をした？違います、僕は。フィノア、ダメ、覚悟しろ。僕バベダ。フィノア、はは、落ち着いて、大丈夫だから。申し訳ございません。王様、大丈夫ですか？その、お声を。大丈夫。この人ね、お祭りでしょんぼりしてた。声かけたら、逃げちゃった。逃げた？理由を聞かせてもらおうか。僕、チーズが嫌いなんです。なんだって？やっぱり本当なんだ。ごめんなさい。チーズの王様の国でチーズの日にチーズを食べられないなんて、ごめんなさい。ポロポロと大粒の涙が少年の目からこぼれました。どうしてもダメなんです。どの種類を試しても、どんな食べ方をしてもチーズだけはダメなんです。そっか。
そうか、何度も挑戦したのか。大変だったな。ごめんなさい。誰んだってどうしても苦手なもの、好きになれないものはあるだろう。頑張ったね。他の人にバレてはいけないと思い、食事もいつも一人で食べてました。一人？はい。王様も一人で食べたよ。王様？何？さっきから王様って。このお方はエメンタールネッジュ、この国の王であらせられる王様。私は王様一番の家来フィルアだ。僕は配達屋見習いのパルスです。僕はなんてこと、王様に向かってチーズが嫌いなんて。王様はそのようなことを気になされる方ではない。うん、でも。いいか、王様がチーズの火をお作りになられたのはみんなにありがとうを伝えるためなのだ。困らせるためではないぞ。はい。チーズの火、みんなにありがとうの火。みんなにありがとうの日。そうか、それがチーズの日なんだ。チーズの日がチーズを食べる日としてのみ伝わってしまったのは家来である私たちのせいでもある。すまなかった。いいえ、そんな。今日ね、チーズ一人で食べてたの。いつもはフィノアと一緒でも今日は一人で食べてたの。そしたらなんかいつもより美味しくなかったの。そうですね、一人で食べるのって美味しくないんですよね。僕もそう思います。なんでだろう。僕にもわからないです。そうだ、チーズ以外のパルズにとってのありがとうの日作る。僕にとってのありがとうの日。そう、君の好きなもの何？僕コーヒーが大好きなんです。仕事の後に大好きなカフェで飲むコーヒーが大好きなんです。カフェ？はい、アルクマールっていうカフェで、デザートもとても美味しいんです。カフェ？知らない、行ったことない。ゆっくり座って美味しいコーヒーやケーキを食べられるとこですよ。仕事が終わってヘトヘトになっていくと、お店の人がニコニコ笑顔でお疲れ様って言ってくれるんです。なんだか僕もここにいていいんだなって思えて、大好きな場所なんです。そっか、カフェがパルズのありがとうの場所なんだ。お店の人ニコニコ、パルズもニコニコ。みんなニコニコですね。そうか、大好きな場所でありがとうと一緒に飲める大好きなコーヒー、それが僕にとってのチーズの日なんですね。ありがとうございます、王様。今度王様も一緒にコーヒー飲みましょう。コーヒー？はい。苦い。嫌い。え？コーヒー苦飲めない。コーヒーお嫌いなんですか？苦い。お砂糖を入れてみましたか？うん。牛乳は？うん。ダメでしたか？うん。それぞれのありがとうの日ですから。そうそう、それぞれのありがとうの日。二人のやりとりをフィノアは優しく見つめていました。そして改めて決めたのです。王様、今後は勝手にお城を抜け出されては困ります。いくら私でもおそばにいられなければお守りできません。フィノア、今日のこと私は本当に心配いたしました。ごめんなさい。次からは私もお供します。本当？はっ、いただいたお守りに誓って王様のご安全をお守りいたします。やったー。ではまた王様に会えるかもしれないんですね。うん、会いに来るよ。あまり目立つのはちょっと。カフェにはとっても美味しいチーズケーキもあるんですよ。チーズ？やったー。王様にまたお会いできるのを楽しみにしております。うん、チーズとコーヒーでありがとうする。はい、チーズとコーヒーで。楽しみ。こうしてチーズの日は
ありがとうの人も呼ばれるようになりました。人々は大好きな人たちと一緒にチーズだけでなく、それぞれの好きなものでもお祝いするようになりました。チーズの国ではお互いのつながりが深まり、ありがとうの言葉と気持ちが溢れていきましたとさ。おしまい。